はい、皆さんこんにちは。どうも、つかさです。今回はですね、ちょっと真面目な感じの雰囲気な感じになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね、なんかの性別的な感じのお話をね、ちょっとしていこうかなと思ってます。そう、ちなみになんだけど、ただ個人の意見なんで、ちょっとだいぶ噛み砕いて、なんか美味しいところだけを取っていただけたらなっていうふうに思ってます。ちょっと美味しいとこ、まあ美味しいとこだけ食べて、なんか本当にもう本当ただ個人の意見だから。つい最近っていうわけでもないんですけど、結構前から性について、性別についてちょっと悩んでいるっていう人からね、DM を結構いただくので、そちらのね方に答えていきたいと思うんですけれども、内容がなんていうんだろう、ざっくり言うと、女性として生きようか悩んでいますっていうやつなんですよ。悩む時点でそれは一時の感情だ、それは違うみたいな言いたいところなんだけど、もう全然、もう私もめちゃくちゃ悩んでたタイプなのですよ。まあ本当に悩むで言ってめっちゃいろいろあって、まず世間の目がありますよね。ニューハーフとして生きたいとかではなくて、女性になりたいんですよ。なりたいっていうか、まあ女性なんですよ。そうとか、でも世間から見た目は女性ではなくてニューハーフだったりだとか、まあそれにね伴って定職にちゃんとつけるのか、女として頑張って生きてみたものの、女としての幸せをちゃんと掴むことができるのか、親や兄弟とかね、まあ世間の目にちょっと重なるかもしれないけども、親とかね兄弟が分かってくれるのかとか、まあ現実とね、単純に言ったらすごく向き合わないといけないんですよ。こんなに大切なね思いをして、こんなになんか辛い人生を選択したのに、幸せになれなかったらどうしようとか、自分が思った通りになれなかったらどうしようとか思っちゃうんですよ多分。だから私もすごいめちゃくちゃ悩んだ末に、まあ今があるわけなんですけど、もしも最初から女として生まれたらとか考えちゃった。もうありもしないこと考えてた。まあこういった部類の人間の人っていうのは結構そういう悩みがあったりとかするんですよ。一番最初の頃は多分あると思う。多分誰しも最初から全部突っぱねる勇気、もういいからっていう風になれる勇気っていうのは、そうそうな覚悟がないと多分できないことでもあるし、まあ最初からねすごくうまくいってっていうか、まあ親が理解してくれてとかね、そういう風になんか生きていく人もいるけど、まあ私はそうではなかったタイプの人間だったから、ちょっとだけ私の過去の話をしていこうかなと思います。過去の動画で私はニューハーフの人と出会って、そっから、あ私こっちだってなって、それでニューハーフになったみたいな話をしたと思うんですけども、まあ、ざっくり言ったらそんな感じだったんだけど、ちょっとざっくりしすぎてたかなと思ったんで、さっきみたいな悩みをやっぱり私がその当時思ったこと全部だったから、悩んだ末に私が何をしたかと言ったらですね、男の生活と女の生活両方やってみたんですよ。女の格好の時は毎日お化粧してエクステつけてとかって、本当に普通にどこにでもいるでしょみたいな女の子の生活をしてみるみたいなとか、男の格好の時はもうエクステとかも全部取って、でまあその時髪がねそんな長いわけでもなかったから、まあそのまんまとか、まあ逆に言ったら男性にしかできないファッションみたいなのとかもして生きてみたいとかしてみたことがあったんですよ。いや、まあ、大変よ。いや、もうめちゃくちゃ大変。なので、私、1ヶ月ずつやったんだけど、1ヶ月女で1ヶ月男だから、もう、なんて言うんだろう。1.5 周した。まあ、変な話さ、もう、初めの頃なんて、女としての自分で、外に出た時なんて、もう、最初なんて、もう、まあ、大変なわけで、あ、レディーボーイみたいなとか、え、おかなとかって、前も言ったと思うけど、まあ、そういうことを言われたりとかすることもあるんですよ。あとね、服装とかも、なんか確かに好きなもの、自分が、あ、これ可愛いと思って、したりとかするんですけど、まあ、その当時で言ったら、私の時だったから、すごくもう、まあ、今もね、もちろん流行ってるけど、もう、個人的にレディーがめちゃめちゃ好きだったんだけど、服を買いに行くっていう勇気があんまりその当時なくって、通販で買ったりとかして着てみたんだけど、やっぱりサイズが合わないとか、なんか骨格的に無理があるとか、そういうのもねやっぱ悩みの種としてはやっぱりあったんですよ。好きなものを買っているんだけど、好きなものを着れてない、着こなせてない、
体型的にみたいな、肩幅とかさ、身長とかさ、そういうので着れてないみたいなとかもあったんですよ。だからまあそういう人目をもちろんやっぱり気になっちゃうし、なんかバレてんのかな、バレてないのかなとか思いながら、今この男の人私のこと見たけど、この人は私のことをオカマだっていうのふうに思ってそれで見てきたのかなとか、そういうのすごい考えて人目がすごい気になったりとかもしたんですよ。まあ逆にね、逆にその点やっぱり男としての格好っていうのかな、まあそういうのしてるともうまあ楽よね、もう超楽、めっちゃ楽。化粧に時間もかかんないし、ドライヤーとかね秒で乾くし、何より道端でねバカにされたりだとかもすることもないし、バレてるかバレてないかとかって気にしながら歩くこともなかったから、まあ楽よね、そりゃあね、生まれたまんまでね、そりゃ生活してたらそりゃあ楽ですよ、とっても。でも私は女がいいって思ったもん。厳しい現実が壁となって、もう何層にもわたってこうやってドルルルルってあるの、壁が。それでも私が自分で自分らしく生きることができてたなって思ったのが、まあ言ったら今の状態なわけですよ。女としての幸せが欲しくてたまらなかったかなでもね、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、私が選んだのは、確かに女だったけど、おじいちゃんになるか、おばあちゃんになるか、どっちか選べって言われたら、私はもうおばあちゃんしか選択肢がなかったっていうのも正直なところだし、おじいちゃんはもう、絶対、いやーって思ってた。おじいちゃんには絶対なりたくなかった。本当に無理。年取ったらさ、ジジイかババアかなんてさ、誰が気にすんのって思っちゃったりとかもするけどね。あ、あれおじいちゃんだ。あ、あれおばあちゃんだ。あれあれどっちみたいな感じでさ、もうどっちがどっちか分かんなくなったりとかするじゃん。だからまあ言うたらまああんまり変わんないのかもしんないけど、それでもおばあちゃんになりたいっていう方にね、私は強く思ってました。まあ私はそういう風に思って、通過点としてニューハーフという道を選んだわけですよ。まだ駆け出したばっかりだったりだとか、性転換手術をする前とかっていうのは、やっぱりそのニューハーフってやっぱ言われるんですよ。まあ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 、まあそうだからね。そうなんだけど。まあ言っちゃえば、その、手術終わった後でも言われる。でもまあこれはでもね、仕方ないのかなって思ったりとかもしてて、なんつったらいいのかな、まあちょっとね、ごめんね、なんか本当になんかちょっと言いづらい部分もあるんだけど、男に見えないとか、女より可愛いやとか、女より女とか、すごい遠回しにあなたは女じゃないですよって言われてるような、悪意のない言葉を言われたりとかするわけですよね。そういうのもある、正直ね。でもね、そんなのね、どうだっていいよ。言われたりとかしてやっぱり傷つく時もあるけども、まあ、自分の中ではさ、もう普通にただ生きてるだけの女っていう風に思い込んで生きてるから、そうだからやっぱりそういうことを言われると、言葉の裏っていうのをやっぱり探っちゃったりとかもしたりとかして、それでまあ自分でね勝手に傷ついたりとかすることもあるわけですよ。でもね、そんなのね関係ない、本当に関係ない。誰に何と言われようとも、自分が自分らしく生きていくっていうのが、絶対自分にとってハッピーなね、人生を歩めてるんだろうなっていうふうに思うわけですよ、私は。私のね、親はね、最初やっぱり抵抗あったような感じがっていうか、まあすごい、まあ、ど否定されたよね、一番最初。否定っていうか、まあ仕方ないけど、まあなんか、まあ受け入れることができなかったみたいで、うちの親も一番最初の時はね、もちろん。まあ今では仲良しですだし、もう普通にね、なんか今まあ実家がねちょっと遠いから、あのテレビ電話とかしてイエーイとかつってて話したりとかするぐらい仲がいいんだけど、でもねやっぱり時間が解決してくれるみたいな感じの部分もちょっとあると思うんだよね、私は。でもその分ね、なんかいいこともあって、自分をさらけ出して、それをまあ理解はできなくても納得はしてくれてるわけだから、昔と比べてかなり本音で喋ることができてるし、仲は深まったというふうに私は思ってるんですよ。まあでもなんか、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、私の場合はその親と縁が切れてしまうっていう可能性もなくはないっていうふうなのを分かってて言ったかな言ったから、怖くないとかそういうわけではない、もちろん怖いけど、言う時とかもねすごく怖かったけど、でも分かってほしいっていう気持ちをね全面的に出して、まあ何回も話をしました、正直と。そしてありのままの自分を受け入れてくれる場所っていうのはもう絶対どこかにある、
世間は狭くても世界は広いのよ。だから絶対どっかには自分のことを必要としてくれる場所、自分のことを受け入れてくれる場所が絶対にある。見た目がどうとかね、こういうセクシャリティがどうとか、そういうの関係なく普通に接してくれる人だったりだとか、愛してくれる人だったりだとか、自分のことをね親身になって考えてくれるっていう人はもう絶対どこかにいる。いるし、そういう関係をねもちろん築き上げていかないといけないけども、築き上げることのできる人はきっといる。だからもし、まあ今ね悩んでいる人、まあ性別に関してでもそうだし、それだけじゃなくてもね、まあトータル全部ですよ、全部。そう、今悩んでる人はもう一生懸命悩んだ方がいいと思う。私はめっちゃ考えて、めっちゃもう辛いとか、もう死にたいとか苦しいとかめちゃくちゃ思って、そっから先を頑張って生きていけばいいと思う。死にたいとか苦しいとか辛いっていう気持ちを乗り越えることができたら、そしたらもうあとは楽しいしかない。前の動画でも言ったことあるけど、辛いことの後には絶対楽しいことがあるし、当たり前のことがすごく幸せに見えたりとかもするから。だから悔いをね残して人生を終えるっていうのは絶対に私は嫌だと思ってるタイプだから、まあこんな私がね、もう本当にいろいろやったよ、マジで。人にちゃんとねその言えない、いろいろやったよ本当に。なんかいろいろ、なんかもう本当にね、人にはね自信を持って大きい声でね言えないようなことも確かにいっぱいしてきたけど、でも全然もう法律破ってないからね、法律全然一切破ってないけど、こんな私がね言ってもね説得力はないかもしんないけども、自分の後悔しない人生を選択してほしいなっていうふうに思います。どんな道選んだってね大丈夫なんだよ。その道さえね外れなければもうそれでいいのよ、私はそう思う。まあね、まあ今いろいろ悩んでる人たくさんいるだろうし、なんかまあこういう時期だからね、塞ぎ込みやすい時期でもあるから、みんなねちょっといろいろ考えるところはあるかもしれないし、なんかそういったね私に DM こうやってね送ってきてくれて、ヘルプを出してくれた人たちとかもね、自分の人生を生きてください。そう結論それな、結論それだけど、自分の人生を自分なりに楽しく生きれるように、いろんな壁をぶち破って生きていくのが幸せなんじゃないかなって思います。ただもうこの本当ね、なんつったらいいの、私話長えなマジで。話長いね、ほんとごめん申し訳ない、ごめんね、長かったね、あんたも遊んでほしいもんね。まあちょっと話長くなっちゃいましたけども、まあそういう感じのことでした。というわけでですね、この動画がですね、なんかグッとくることもないか、なんて言ったらいいの、こういう動画って面白さないからな。まあね、この動画がいいと思いましたら、高評価、チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、すべての人に、幸あれ私が言うことじゃないの、うん。私が言うことじゃない。ね。まあね、今日も頑張って生きていきましょう。イェーイバイバイ。